よし、続きやっていきましょう。後ろ赤いな。光陵の将、全然柄違うけど。復讐の時。だいぶ気持ち悪いから。復讐って何のやつだ、本当に。前回の最後に予想したやつ、合ってるかな、やべえ。どれだけ待ちはぁ、あ、どういう因縁、マジで。ソティス、うおうお、すごい戦い。ベレスはベレスで消え、うん、寸止め。あ、シェズが抑えてんのか。あ、そんな風な剣なん、それ。具現化するもんな。なんだ。あ、そういえば、ラルバ君最近おかしかったな。これのそれか。なんか元気なかったし、変なこと言っとったよね。戦闘した二人はどこに行ったんだ。へえ。すぐ別の問題発生するな。報告がないのはおかしいな。王国軍の復兵も考えにくいが。まあ、やられとる可能性もあるしね。まあ、さっきのイベントのせいですけど。陛下、まずいこと。ああ、今度なんすか。この先に謎の魔導士どもが現れ、アガルタ系か。私たちを迎撃する構えを見せてる。先ってことはファーガス側やね。謎の魔導士。魔導士なんてもう闇にうごめくもの系しかないでしょう。まさか、また闇にうごめくものか。うん。一体何の目的で。なんだ。先を急ごう。戦いを望む。え、レオン、レオンを守る理由はないよね。こっちに敵対する理由はあっても。敵中に二人を発見しました。揉めとるってか。どうやら二人は、うわぁ、詳細は不明ですが。全部バレた。傭兵殿が攻撃を受けている模様。あー、傭兵殿。まさか、いやー、一気にもう青天の霹靂やよ、これこそ。やはり闇にうごめくものなあ。あー、そういう勘違いも生まれちゃう。まだ断定はできないぜ。別人が化けているかもしれないし、操られているのか。操られ、あー、さすがクロード、ありがとう。確かにソロンはトマシュさんに化けてたりしたものね。うん、本物は別の場所にいたりして。これなんかな。いずれにせよ、デミトリを追って彼らの予報校に進軍しなきゃならない。めんどくせえ。めんどくせえことになってる。同時に、2、3個の何かを解決しないと。敵軍を打ち払い、可能ならあいつ、これこれこれ。様子を見る。ってのは、甘いかね。え、シズ君もしかして使えない？いや、仕方のない話だろう。え、めちゃくちゃシズ頼みで来てますけど。もし誤って仲間を殺してしまうようなことがあれば、手痛いにも程がある。まあ言うて周りも結構強くなってきたから問題はないかもしれんけど。なら、頼んだぞみんな。あいつを止めてくれ。全焼基地ある、これ。なかなか急がんな雰囲気やけど。珍しい。そんな雰囲気したわ。シズの撃破。ベレスの敗走。え、これってもうほんと最終章とかじゃないとない展開やけど、こんな小またきで。全、さっきからなんか言えてない気がする。全焼基地がない、あのね、散策がないっていうのは。はぁ、え、この後にその散策の時間来るかな。うわ、本当に来てしまったシェズが使えないやつ。了解です。パパも連れてくるか？ジェラルドパパ。うん。じゃあ、準備します。よし、完了しました。まあ、いつも通りですかね。リシテアはそう使うと、ダメージのあれが怖いので、非ダメージ割合の条件のやつか。まあ、強いんですけどね。
ただ時間見るにすぐ終わりそうな雰囲気ですね。7分で800か。いきますか。まあさっさとシェズ君の方に行ってって話か。うん、おお、見たことないアイコンなってる。大変だ。みんなソロン、ソロン、あ、え、すぐ行けん。あ、ベレスグレモリなってるし。はあ、打ち漏らしたばっかりに。こいつしぶといな。よし、またか。魔導士連中、魔導士ってなんだっけ。弓に強いのが魔導、拳おらんな、しずくんしか。あ、みんな引っかかってどこに向かってんのこれ。一応、あー、でもベレス苦戦。あ、ちょ、細かくやるか。やりは上行ってもらって、グレモリーはクロードにお願いしよっか。うん、これ割っといて。やべ、なんか時間かかっとるな。レオに上頼むわ。パパとか連れてきてます、そういえば。あー、で巻き込めるか。はい、グレモリーさん全然前見えん行ったか、行ったくさい。あと行ったよ、おらん、でも行ったか、行ったで、蓋を上に切り替えるか。これ何せえつとった、砦をガンガン開けてかんなんて話、そうでもない。緑の輪っか出てない、ビアス、なんか耳につつけるアクセサリーみたいな名前やってますけど、ビアス、ここか。あった、ビアス、グレモリー、あまー、やばい、背中いった、巻き込んだか。いや、おらん気がする。うわ、もったいねー。はい、でさらに、何この赤いの、ローレンツ。さあ、なかなか硬いね、ビアスさん。さあ、画面の手前見え。パパ何も言わんな。さあ、ビアス倒した。あ、もう開いた、開いたってことはもういけるよね。うん、おいしまった、やりこっちかよ。また戻すか違う、シェズ君攻撃しよう。とりあえずこうするしかないか。いや、にしても、え、あのままのシェズ君できとるんかな。レベル90なんぼの。あ、もう来た、さすが早い。ラルバ君が、うん、なんで操られてる、危ない。シェズを撃破せよ。いや、アスラ状態強いからな。なんかするか。は、瞬間移動、そんなこと、あ、まあ他人も連れてけるんか。え、追ってけってこと。刺すと馬、うん、レオニーでガンガン追っかけてった方が早いか。なんかこの辺怪しいから上置くとこ。あ、任しといて。再びの転移に備えて各所に散るものとで分かれたらどうだ。なるほど、確かに。なぜ邪魔をする、また移動するっていう伏線が出ましたね。はい、また何パーか削ったら、うん、手前、あ、門番、あ、正解くせこの辺も、あ、門番ある。
移動したら一気に危ない戦技で回避。おー、めちゃくちゃ増えたぞ、めちゃくちゃ増えたぞ。まだ移動せんかな。あ、移動したね。ごめんね、喋ってるとこ。このまま上行くか。あ、ちょうどあそこか。おしゃくな。もう開いた？一回切り替えてもいいかもな。またどうせこっちが飛んでくるんでしょう。きっと。一旦切り替えたいかな。じゃあ、あとよろしく。ダークスパークティーじゃない。間違えた。ただ倒した。さあ、オープン。回転の同時に走る。パチンコ、あ、ベレス結構減っとるな。ベレスがやばい。スパイク T かまして、馬ワンパンする。シェズも割れそうやけど。てか、ベレスがマジでやばい。ガチで回復戦なんかな。割れました。また移動するかな。は？そっちもか。そっちもか。やべ、リシティアすげえ食らっとる。やっぱ脆いな。待て。すいませんね。ちょっと忙しいんですよ、こっちも。エピタフ、黄色のエピタフ。あれは、なんだ。あれ？あ、こっちにおる。よかった、置いといて。にしても、まあまあもらっとる。マジで。てか、ベレスがガチでやばい。普通にニルバーナで来とけよ。シェズを勝手にアスラに切り替えてんのに。1しか食らわん。また移動した。また移動したわ。今度こっち開けろってか。いや、さすがに、下開いたな、なんか。これはさすがにクロードかな。クロードに変えて。またビアス出たわ。下からビアスか。下からビアス。上からマルクみたいになったけど。あ、でもヒルダ別に使っていいか。強いもんね。じゃあ下から行こう。行こう。この奥かな。この奥。俺。はい。まあ踊り子もちゃんと強いからね。まあ、獲物が強いので。シェズ君が使ってた足裏。力は低いんだけどね。やたら強いもん。力半分ぐらいしかないし。どこ行った？どこ行った？はい。まあまあもらっとるか。あんま減らんな。さすがにあれか？さすがに力の低さが出とるか？今、だから剣の前が結構強い。さあ、踊り。レオニーがやばいって。踊り。あ、しました。さあ、なかなか渋て。さすが名前付きのだけあるな、ビアス。え、ちょっと待って、時間結構シビアじゃなかったっけ、そういえば。え、そろそろ終わってくれんとあれなんやけど。いやよね。え、Sランクしんどここ。ここ、あれ？門番、うん？砦兵、ん？あ、ビアス、え、まだ生きてんの？ビアス。生きとった。はい、倒した。開く。で、ここで倒せば終わりか。いや、にしてもちょっと、時間がやばい。やったか？今、ラルバ君の子やった？
そう。ただ続いとるな。めちゃくちゃ続いとるけど。え、このマップ時間時間がしんどい系か。終わらんな。うん、終わらない。あ、パパこうやって出てきといてよかったね。で左上ハゲ倒してクリアか。いやいや時間も来とるやん絶対。うん、もっと迅速にやれって。じゃあそこを攻撃、兄ちゃんには宝箱かな。マジか。本当に移動するとこ移動するとこにキャラを置いて秒でやらんなんてこと。うん、シェズ君の固有のあれみたいにみんな遠回りしとるな。さすがにソロン最後かな、ここ。脱走。え？おい、シズ君使えるのつらいんですけど。圧倒的に強くしてしまったからな。まさかの主人公不在。まあ、ゲームによっちゃあるけど。あ、外しとる。もう終わりますよ。時間はクリアできんけど。そろそろ死んでくれるか。え、まだ生きて、え、まだ生き延びんの。なかなかのポジションもらったね、今回。ドラゴンか？すげえ。しつけれるんだ。ムービーが続く。もっと遠く行けばよかった。あ、これしずくんじゃない？今の剣。シャンバラってアガルダの下のあの砦だよね。はあ、なんか力を奪うのか。ザラス。おい、主人公が一人で俺を撃つつもりとはな。命知らずが過ぎるぞ。どういう状況なこれ。私に撃つつもり。時間を稼げばいいだけの私の方が幾分か有利だと思うけれど。なんで皇帝陛下自らこんなに前線に。ならば試してみるとしよう。にしても映画のエイノイさん、なんでディミトリーじゃなくてクロードをされた。俺も混ぜてくれよ。散々使ってきたこっちのだそうだけど、あなたはどうリーダーの名前を間違えるとは。まさか。あ、ザラス。わ。3つの陣営の偉いやつ全員持ってかれたってこと。しかもあれって素人じゃ出れんやつやよね。ソティスのあの力がいるというか。やば。一気に違う感じになったけど、こんなレアさん暴れ回るんじゃないの。もうどこから収集つけていけばいいんこれ。本当に、ははは、本当に長い戦いだった。このままでは僕らの種が途絶えてしまう。アガルタ
やっぱフォドラーにもともといてた奴らか。この二人は同じあれ？てか見た目一緒やしな。なんだ、クローン的なもんでもあるのか、これ。僕は世界を取り戻さなければならない。はあ、奪われたものを奪われたままにはできない。まあ、やっぱりもともとフォドラにいてた人種ってことかな。さすがにこれはもう確定でいいよね。だから僕が生まれた。うん。ああ、だから君を作り出したんだよ。なんかラスボス感もあるな、ラルバ君が。世界の循環、すなわち魂の再利用、うん、かつての僕が求め続けた秘術だ。魂の再利用。再利用する核で欠陥品を作り出すことは許されない。はあ、取り返しがつかないんだ。自分自身で引き継いで皆を救う成果を得なければいけなかった。うん、僕という人格が起動したとき、僕には何もなかった。なんかすごい難しい話しとるなこれ理解するの大変そうやな。僕という人格が起動したとき、僕には何もなかった。あー、今のこれ、シェズ君と知り合う前のラルバが何も知らんかったってこと？力というか。泡の音。あ、巨大な何かが動き続ける音。これオープニングの一番最初のとこやね。なんか水の中おるなっての思ったけど、実際それは何かわからんだしね。で、そのままなんかレアの過去のね、あのネメシスと戦ってきた時のあそこに行ったよね。それが永遠にも続くと思われたが、変化は突然に訪れた。シェズ君の存在か。何かが砕かれる音、流れ出る水、うん、青白い影が僕を包み込む。けたたましい音が鳴り響く中、なんかすごい僕は必死に歩いた。光を求めた。すごい純文学的な文章。あれは想定外の事故だった。ほう、全てが文字通り水泡に帰したかと。これが思わぬ展開になったってことか。君という存在を作り上げておいたのが思わぬ形で役に立ったよ。ほう、僕が僕になる、それが僕の役目。なんかエヴァっぽい感じにもなってきたなカオル君に見えてきたわ。そのための障害は全て排除しなければいけなかった。いや、ここがもうサムネになりそうやな。格好は一緒か。一緒の格好になんか赤いものがついとるやね。そうして世界を救済する。うん、灰色の悪魔に宿るジューマを撃って。ソティスのことやな。理解してくれたようだね。はあ、さあ君たちの肉体を、君たち、僕に返してほしい。シェズ君のから、シェズ君イコールラルバやったってことでもあるのか。返してほしい。君たちには本当に申し訳ないが、これは、はあ、最初から決まっていたことなんだ。決定事項。終わった。え？これ15章っていいんかな？ EP15 ってなってんのかな？はあ、珍しい、あれやったね。一応、小区切りでやってるので、ここはここで、一動画にしようかな。だいぶ短いけど、いつもより。うん、外伝やら支援会を盛り込んだら2時間近く行ってますしね。なるほど。まあ、このセーブし終わった後の流れも見てからかな。なんか、続いてそうなら一緒にしたいですけど。はい。一応、区切っておきます。はい。したら、以上ですかね。ご視聴ありがとうございました。また、お願いします。